皆さんこんにちは。こちらですね、今日は鳥取県米子市に今お邪魔をしております。ご覧ください、ザ・冬の日本海。今日はですね、米子市から大体車で20分ぐらいのところにあるハフ拠点手まりという、かなり最初の方からね提携をしているところにようやくお邪魔することができそうです。たくさん地元の方との交流もできる場所になっております。はい、ということで今日はですね、鳥取県は米子市の近くにある南部町という町にあるハフ拠点手まりというところにお邪魔したいと思います。こちら米子市からですね、山奥かなと思ってたんですけど、車で15分ぐらいだったので全然近くって、手まりというところで地域の神社の名前とかですね、地名からこう由来で手まりという言葉が入っているというふうに伺ったんですけれども、とある地元の名士方のお宅を、町が管理をされていて、その町が管理をしながら民間の方に管理をお願いしているということなんですけれども、お庭はめちゃくちゃ広くて綺麗ですね。早速ねこうやって入るとですね、実際にこうチェックアウトするお客さんとかと触れ合いがあってですね、ものすごく手まりは地元の方々のコミュニティスペースになっているので、この地元との交流があるのがここも楽しみです。廊下の突き当たりを曲がるとお部屋に着きます。こちらが離れの団らん和室となっておりまして、楽屋そしてね掛け軸も飾ってあってですね、落ち着いた空間の中で集中してお仕事をすることができました。でこう気分転換に庭なんか見ながらですね、景色を見ながらまで過ごさせていただきました。でお部屋からですね出て、ちょっと気分転換にコーヒーでも飲もうかなということですね。でこのリビングが地元の住民の皆さんのコミュニティスペースになっておりまして、日々いろんなイベントが行われているようです。この日も午後からですね、地元の方々が集まるイベントがあったということで、交流しながら仕事をすることができるという感じでしたね。この縁側がとっても調子が良くてですね、暖を取ってたらですね、手まりのマネージャーさんにですね、こうやってお貸しいただいたりとか、そんなことして、非常にゆっくりとした時間が流れる場所でした。で、ハフではですね、ドミトリータイプと個室タイプ、両方選べるようになってます。で、個室タイプだと、2名まで同じハフのコインで利用ができるということなので、お友達とだったりとかね、恋人とかご家族で行かれるときもですね、手まりの利用は非常にしやすいんじゃないかなというふうに思っています。こちら本日ご紹介した手まり、ぜひねご家族でもご利用ができる場所だと思いますので、お越しになってみてください。